さあリングに戻れるかバキュームファット。9 10 20。カウントアウト。なんと M とチキンのタッグ勝ちました。レディー S なんかに勝っちまったら宇宙探偵潰されるだろう。俺田舎に帰るわ。大社でな。お前もな。レスラーさん。はい。それレディー S のおもちゃ。ええ。お一ついかがですか。モード起きてたのか。おいおい、ロレス見てたんだよ。いらっしゃいお兄ちゃん。お帰りなさい。遅くにすみません。車にプレゼントがあるのですが。もう私が運びましょう。すみません。シュレシュレシュ、いつもすまんな。いや、そんな。新しく入ったジュリエ君だ。大学では心理学を勉強して、専攻は洗脳。おあら、あなたどこへ行ってたの。後で懲罰室へ来て。ロミオはここ出身で、小さい頃は懲罰室、大きくなってもきついトレーニングで体をいじめ抜く子じゃった。マスクも M はないの。レスラーなんて偶像崇拝はいけませんよ。ちゃんと働いてみんなにプレゼントくださるような CEO のお兄さんに感謝しないと。 CEO のお兄さんありがとう。いやいや、これは本。なあ、ダメです。それは何慌てて。マスクマン M だ。それ僕の、僕にちょうだい。やった。おそんなん欲しくねえよ。売れないレスラーなんて余計にいけないわ。プロレス見に行きたい。行きたい。行きたい。行けません。プロレスなんて汚れたもの絶対にダメです。勝手に敷地の外へ出てはダメなの。これで体の中に救った悪しきものを退治なさい。ここ開けて。ね、早く。でしちゃダメなんだよ。今はお隣のトイレを使わせていただいてるの。マキさんのお力でどうにかならないかしら。はい。よかった。疲れてない。今までいろいろ言ったけどさ、全て帳消しにして優に仕事入ったよ。レディエース様とガチの覆面かけた一本勝負。レディエース様が直々に優をご指名だ。これを受ければ今日のミステイクは帳消しになって、勝てば5000万の賞金付きだと。優はなんかやる男だと思ってたぜ。Thank you.
して欲しいんだろ。下町のドブの中で夢に浸ってな。修理できたんだ。プロレスの切符またちょうだいね。非常に内緒。よくあんな大金振り込めたな。私は